銀流街の新川通り側入り口2007年6月24日撮影銀流街は神奈川県川崎市川崎区にある商店街の一つ川崎区の新川通りと市役所通りを結んでおり川崎銀流街商業共同組合によって管理されている1935年頃一目足に覆われた古川という川が埋め立てられ 下水設備なども整備され、徐々に外路区画として発展した。当初、失業者の再雇用を目的に、商店街が作られたが、名前は存在しなかった。1945年の米軍による空襲で、川崎市街地は大打撃を受けた。戦後間もない1946年とする説もある、地元の人たちによって荒廃した、この場所に柳が数本植えられた。 それを見た商店街の人々は空襲の苦しみに耐えながらも生活をしている自分たちと大雪にも負けない柳とを重ねた。その柳に深く美しい光を意味する銀を合わせ、この商店街を銀流街と名付けた。当初アーケードは雨が降っても買い物に支障を来さないように設置されたが1991年の大規模改修によって、 ステンドグラスを採用し美しさも兼ね備えた。その他、開閉式であり晴れている日は開いていることが多い。正式名は銀流街であるが、しばしば銀流街と呼ばれる。これは昭和45年から55年にかけてアーケードに銀流街という大きな装飾文字が掲げられていたためでもある。また、川崎市南部の学校の文化祭、学園祭の芝居などで、 銀流街をもじった銀流会という団体名が使われることがある。川崎市川崎区役所川崎区の宝物シート。2019年12月16日閲覧。ありがとうございます。